皆さんこんにちは、セイキンゲームズマインクラフトへようこそ。セイキンとポンちゃんです。マイクラはね、今年1本目となります。2016年初ですね。でね、一番最初の動画何やろうかなと思ったんですが、マイクラね、いつの間にかアップデートが入ったっていうことで、いろいろこう増えてんですよね。なんかね、動物とかバイオームとかいろいろ追加されたようなんですよ。で、今回はまあ見てもらうと分かると思うんですが、今何持ってますか、これは。我らね、釣り竿持ってんですね、これ。ということで魚釣りをします。で、魚の種類も追加されたようなんですよね。フグ、鮭、熊の実か。なるほど、熊の実いいね。フグもいい、鮭美味しいしね。うちのポンチは鮭大好きなんですよ。うん。この情報どうでもいいかって話だけどね。あれどこ行った？いた。練習中ですか？あれ、何やってる？絵がね、うん、あれ絵を壊してる。まあいいや、ちょっとね、今日釣り行きたいんですけれどね、初釣りなんでどうやってやるかよく分かってないんですけど、危ない。ああ、ドクロの絵になった。いい？オーケー。はい、あ、行きますよ、じゃあ。はい、あ、これね、釣り竿もなんか僕全然知らなかったんですけど、普通の釣り竿ってほら、これポンちゃん持ってるの人参もついてるんですよ。人参つけていくといい魚が釣れるのかな、分かんないですけど、まあ行ってみましょうか。ほい、どこで釣るかだね。はい、いいよ。はい、行きますよ。さあね、今夜の晩ご飯を取りにね、釣りに行かないといけないから。はい、行きます。はい、行きますよ。どこ行く？この近くでいいか、とりあえず、うん、ね、まあ近くで釣りますよ。我らの家の近くで、まあ、釣れたら嬉しいよね。まあこういう近くで何が釣れるのかって話なんですけど、こんな浅瀬で釣れるのかな。よし、あ、いいんじゃない、この辺で、うん、ここ洞窟あるから危ないんだよ。あ、食らってるってうわー、なんかこれ爆破した後かな、危ないな。まあいいや、この辺がいいんじゃない、この辺ね、うん、まあ別にスポットはどこでもいいんですけど、あ、いいとこ見つけた、そっから釣ろうよ、ここ。うん、で、ここで釣りましょうか。そしたらね、なんかなんとなくね、釣りのスポットっぽくていいんじゃない、ここ。ちょっと離れてて、ほらこっち深いし、危ないけどねかなりギリギリとなってますけど、これ浮いてる、うん、浮いてるもギリギリ、もうちょっと、はい、戻って落ちますから。はい、まあいいや、じゃあやってみようか。なんかあそこにほらイカがいるんだよね、うん、イカは釣れるのかな。まあちょっと分かりませんが、釣りスタート、いきまーす。これ、はい、初釣りだからね、これでいいのかな。あ、いいんじゃない、ほら、もうイカとか釣れる。いや、L2、殴るの、ほら、あれ来てる、魚来てる、あ、来た、え、なんだこれ、下手くそかあれ、ちょっと待って、ほらそっちに見てたから、ちょっと魚来てる、あ、すげえ。人参ダメ、投げれない。じゃあ普通の竿にしたら。あ、持ってない、うん、あー来た、あれなんかおかしくない、なんかおかしくない、早くない、あ、釣れてる、ほら釣れてんじゃん、すごい釣れてんじゃん、2匹も、生魚、青いのと赤いの、生鮭だよ、あ、生鮭だ、あ、こっちは生魚で、ほら赤いの鮭なんだ。だから一瞬でこれ巻くの、これガーンって早いね、うん、あ、じゃあちょっと今あげるよ、ほら普通の釣り竿、あれ、なんかすげえでかいイカがいる、なんだよ、ちょっと待って、普通のこれ渡すから、今、はい、いきますよ。ほい、これと普通の釣り竿あんまりむしろ持ってないんだよね。これとりあえず2本渡しますが、これと、はい、いいね、やって、はい、さあポンちゃんの番ですね。さあ、おお、いけたじゃん、うん、さあ釣れるかどうかちょっと見てみましょう。あ、いいんじゃない来るんじゃない、きっと。まあね、釣りはね、気長にやんない、何やってる釣りはやっぱり気長にやんないと、うん、投げてやっぱり少し待ってる、ゆっくり待ちましょう。まあね、で、あそこが動いたら、そう、魚が来て、うん、ちょっと動いたら L2 でこう引き寄せるっていうね、結構一瞬で引き寄せるから、あれがスポッと下がった瞬間にグッとこう引き寄せましょう。来ないね、うん、なんでだろう。
鮭釣っちゃったからかな。あ、来てんじゃない、ほら来た、あ、釣れた釣れた釣れたよ、結構サクッと釣るね。釣れたね、鮭だね、鮭だ、鮭が釣れた模様です。赤いやつが釣れたから。これ人参のやつはどうすりゃいいんだろう、これ投げれないね、ほんとだ。これ何、串刺しの人参って書いてあるけどさ、うまい用とかかな。あー、これ釣り用じゃないのかな、そして。うま釣ることはないと思うんだけどさ、うまこれ普通の竿じゃダメなんだね。まあいいや、行きます、ほい、これでいこう。さあ釣れるかな、どうでしょう、釣れてますか。あ、来てるよ来てるよ、どっち来るか、あ、来た、釣れた、何釣れた、あれ、あらららら、らこれポンちゃんね、可愛らしいの釣れたね、これフグだね、はい、うわー、あ、ほら、ちょっと待って、ちょ、一回巻きます、なにこれフグ、あぶね、あぶね、ごめんごめん、間違えた、あぶあれ、日が暮れてきちゃったよ、フグ見てこの顔あれって感じの顔してるよねフグさんごめんね、いやーすごいね。あ、でもね、夜も釣れるかもしれないけど、夜敵来るからな。一回ちょっと戻りましょうか。ね、一回ちょっと戻りまーす。危ないんで。はい、一晩寝てね、戻ってきました。で、早速ポンちゃんもう早朝から釣りしてます。どうやらあのスポットが気に入ったようだね。どうだろう、釣れるかどうか見てみましょう。どう？釣れそう？早朝だから釣れるよー。魚は朝とかいいですからね。雨の日も良かったりするんだよね。どうでしょうか。あ、来てんじゃないの。あー釣れた、何釣れた、どうやらね、あの馬の乗馬の時のクラが釣れたようですね。ほら、そんなのも落ちてんだね。なるほどね、いろいろ釣れるんだ、魚以外も引っかかることがあるってことですね。はい、じゃあ再開しましょう。我もじゃあ釣りますよ、私も、はい、いっぱいとにかくね、釣っていかないといけませんから、大量を目指し。これ何釣れた、フグ。いや僕もね、フグ釣りたいんですけどね、あの可愛い黄色いやつがね釣りたいよね。普通あまり喜ばれないですけどね、釣りの時はえ、てかバンバン釣ってるけど何なのそれ私これスポット悪いのかな、場所が陸に近すぎ、あ、来てる来てるよ、はい来た、あ、何釣れた、アスパラ、アスパラ違うでしょ、生魚で何アスパラってなんでアスパラ釣るのアスパラ釣れるわけないでしょなんでアスパラって思ったの、なんかあったからあったような気がした、アスパラ釣れないでしょなんで海でアスパラ釣れてんだって話だけど、ちょっと僕場所変えますよ、はい、それぞれのとこでね釣ってみましょう。ちょっと深いとこ釣りたいな、スポットをね変えればいい魚が釣れるかもしれないから、この辺で深いとこで行こう、はい、おいし、釣るぞ、あ、え、来た、あー全部生魚だな、普通の、なんでだろう、場所が悪いのかなあ、やってる人いるよ、あそこで釣れてますか、どうですかっていう感じだよね、ああいう風に釣ってるおっちゃんいるもんね、バケツなんか見に行くんだよね、こう釣れてるかどうかなみたいな。鮭もちょっとレアなんじゃないやっぱり、熊の実とかね、あ、そうだ、熊の実、熊の実なんてこんなところで釣れんのって話だけどね、ほい、あ、釣りもね技術もあるんでしょうけど、お、あ、釣れた、運もありますからね、きっと。全然ダメだ、生魚しか釣れないよ、ちょっと場所変えよう、これ砂んとこ良くないのかな、砂浜は、ほんと生魚しか釣れないんだけど、普通の鮭1匹だけだよ、最初結構いけるかなって思ったら結構釣れないねあれ来ましたけど、スポット変えんの、ちょっと見てましょうか、じゃああえて近くにこう投げてみようか、ほい、勝負ですな、はい負けた、釣れた、あ、失敗、あ、失敗することもあるんだね、タイミングが悪いと多分失敗するんだよ、ここは生魚しか釣れないな、そして日が暮れてきた、まあ本当はね夕方とかも釣れるんだと思うんですけどねっていう、まあ現実世界ではね、あえてこの浅瀬で釣るとかどうかな、あえてこの砂漠っぽいところで、ほい、
あ、早いな。あ、鮭じゃない？うん。ね、今赤かったっすよね。あれ、あー、何釣り竿投げちゃってる人。あ、いや、潜っていくんかい。もう釣り竿投げちゃって、取り行ってきた、取ってきた。なんてサバイバルな人なんだ。釣り竿、あ、来た、あれ。あー、見えなかったよ、もう。だってさ、普通いますか、釣り竿間違って投げちゃってさ、そのまま海に取り行く人いたらすごいよね。大変なことになりますよ、普通だったら。もう完全夜だけど、ちょっとそっち引っかかるね、結構。あ、巻き釣り。ほいっ。あ、鮭釣れたね。やっと釣れた、鮭。鮭釣れました。一旦帰りましょう。帰ります。はい、翌日です。今日はね、ちょっと手法を変えてボートに乗って遠出しようかと思ってるんですけど、ちょっと待ってくれ、ボート。あ、乗れた、乗れた。よし、あれ、なんかバグってる、バグってる、危ない危ない。じゃあボートで遠出して、釣りをします。行きましょう。どこで釣ろうかな。キノコバイオーム付近でやろうか。やっぱりね、大物を釣るにはね、沖に出ないと。あ、もうやってる、もうやってる、もうやってる、 OK。 じゃあ僕はこの辺で釣りましょう。ほい。おお、いいね、やっぱボートの釣りいいね。きっと大物が来るでしょう。お、来た。ちょっと邪魔しないで、そこそこ。ああ。釣りって言ったら静かにしなきゃいけないんだぞ。もうちっとってるから。あれ、なんか釣れた。あれ、なんだこれ。何？あれ、なんかすごいの釣ったよ、これ。釣ってんじゃない。これ何？エンチャントじゃないこれ。すごい。え、すごいの釣ったんじゃない僕。ほら。え、めっちゃいい釣りだ、釣ったり。誰か、どっかのすごいおっちゃん落としてったの。何これ、耐久力。やべえ。え、ってことは超いい魚釣れるとかあるんじゃない？じゃない？やべえ、これちょっと、これに変えます。え、なんていうか、こういうことがあるのか、初めて知ったけど。ほい、エンチャントのほら、輝いた釣り竿です。まさかサメとか釣れないよね、大丈夫これ。大物着て、ボート沈んだりしないよね。イカかな。あー、でもなんか釣れるね、きっとこれは。あ、来てる。ほら、鮭釣れた。まあ、普通か。もうちょっと行こう。もうちょっと場所変えて、この辺。そんな変わんねえか。まあいいや。いや、エンチャントだから必ず何かいいのが釣れるはずなんですよ。そうか、でも釣り竿にエンチャントつけるってすごいね。だって自分でやるって言ったら大変ですよ、結構。経験値かなりね、消費しちゃうから。わざわざ釣り竿につける人は少ないんじゃないかと思うんですけれど。来てるよ、来てるよ。はい。何？クマノミ釣った。なんで？私エンチャントついてるんですけど、なんで私なんか釣れないんですかこれ。見て見て。うわー、いいなー、ポンちゃん、クマノミ釣ったそうです。いいなー、ほんとだ。あ、ちょっとやべやべ、あれ、クマノミだ、ほんとだ。ほら、確かにね、あの縞模様はクマノミですね。なんで？同じとこでやろう。もうビギナーズラックみたいなやつだよね。おかしいよね。なんなの、顔から出てるけど、糸。大丈夫これ。ほら、すぐ釣んだよ。何釣った今、鮭。うん、鮭は当たり前、時々熊の目みたい。あ、なんか僕、どうやら魚じゃないやつ釣るのうまいらしいよ。何これ、え、弓矢だよ、これ弓。エンチャント付き弓釣っちまいました、これ。マジか。ほら、うん、何、無限1って。無限にできるのかな。無限にできんの。すごいじゃんこれ。そっちばっかり行くんだよ ね。ほら、そっちばっかり行くんだって。ほら、なんなのこれ。でもそんなもんだよね。初心者とかで意外とやったら、あ、釣れたみたいな。あ、来た来たー来たー。見てこの顔、見てください、この顔。なんて可愛いフグなんだ。フグってこんな黄色いっけ。あれーって言ってるよね、フグ。釣れましたかーっていう顔してるもんね。来てるよ。はい、あ、来たー、フグ、オッケー。フグ釣れるようになってきました。あいっす。うわー、かわいい。ありがとう、ありがとう。
なんで壊れたんだろう、ボート。釣り竿で。釣り竿で壊れたんだ。乗れた？あ、乗れた。ちょっとね、結構長くやってるんですが、熊の実釣れないので、まあこんなところにして帰りたいと思います。まあ、ポンちゃんね、一匹熊の実釣ったもんね。うん。よし、まあ一旦帰りましょう。はい、戻ってきました。ちなみに思ったんですけど、こういうとこでは釣れないのかな。こういうとこで釣れたら面白いなと思うんだけど、さすがに釣れないか。あ、でももしかしてバシャバシャなってる。あ、確かにバシャバシャなってるんだね。あ、来た、釣れんだ。こんなとこで釣れんの。あ、すげえ、いるんだね、魚。あ、釣れる。なにこれ、楽しい、これ。すごいね。なんだ、まさか釣れねえだろうと思ったんですけど、釣れんだ、こういうとこでも。今、鮭釣れたんじゃない？釣れた。なんで、ポンちゃん釣れんだろうね。まあ、しかしながら、あれですね。こんな浅いとこでも鮭が釣れるんだね。あんまり場所って関係ないんでしょうか、これは。鮭釣れんだ。じゃあ全然ここでいいじゃんね。うん。もはや。そんなに大海原に行かなくてもね、ここで釣れんだったら。なんでかわかんないけど、僕は釣れないんだけどね。まあいいや。はい、家に戻ってきました。今日釣れた魚を見てみましょう。ちなみに僕、セイキンがこれです。まずね、これ右から行くと、骨が2つ。それから普通の生魚、これが13、19。だね。で、鮭が11、そしてフグが3匹。で、これ皮が3個。そしてすごいのはこれだよね。この弓と、釣り竿。しかも、エンチャント付きです。これはね、ありがたい。てか、こういうの釣れんですねってやつですよ、本当に。ということで、ポンちゃんの方はですね、あれ、いつの間にか、ヘルメッティ被ってんだけど。ヘルメッティ、本当は持ってんですけど、全部被っちゃうと二人ともね、真っ白な姿になっちゃうから分かりにくいねってことで、ポンちゃんね、基本的に、いつもの服装のままなんですよ。で、まあいいや。で、ちょっと、ポンちゃんの釣ったやつここに入ってるところなんで、これを見てみよう。ポンちゃんはこれですよ、ほら。熊の実。これは一匹だからレアなんだね。多分ね。そう、多分きっとレアなんですよ。これと、鮭が12匹。それからフグがあれ、6匹かな。生魚21匹。まあまあ釣ってるね。で、骨が1個ということですね。まあ今日ね、初めてやったにしては、まあまあ釣れた方なんじゃないかなと思います。ね、熊の実も釣れたし、十分でしょう。はい、今回はここまでにしたいと思います。次回はね、もうね、何やろうか決めてんですよ。今回ね、魚釣ったんで、魚釣ったといえばやっぱり次はあれですよね。次回もお楽しみに。See you next time! のゲーム実況チャンネルセイキンゲームズ、そして随時最新情報を更新しているセイキンのツイッター、動画概要欄にそれぞれのリンクがあります。お気軽にチャンネル登録フォローをしてみてください。